明先生と助手のお父さんと今日はなんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべはあ。今日紹介するのは小僧寿司でガールズガールズコラボキャンペーン第2弾、こちらの方を今買ってきましたのでぜひとも紹介したいと思います。そして最後はこちらマグネット、こちらの方も開封して紹介したいと思います。ではまず秋先生、お寿司の紹介をお願いします。今回のメニューはマグロ、イカ、サーモン、卵、ホタテ、甘エビ、ネギマグロ、アナゴ、炙りエビ、炙りチーズサーモン、イクラ、飛び込んだります。炙りチーズサーモンってどんな味なんだろう。早速食べてみます。どれにしよう、イクラか。じゃあイクラから食べる。綺麗な形、綺麗な形。一番美味しかったのは、じゃん、やっぱりサーモンでした。桃くんのお腹いっぱいだそうです。じゃあ早速マグネットを開けよう。マグネットは2個もらいました。この中で一番欲しいのはこれです。みんな入るやつね。じゃあ早速開けよう。マグネットだからくっついた。じゃあ1個目1個目何が出るかな。音が出ました。メガネかけてるね。もう1個あげます。何が出るかな。あきつやでが欲しいな。前回のは肉かぶりだったからね。欲しいんだ。あき先生が欲しいやつじゃないけど、メガネがかけてないバージョンが出ました。2個目はさっきと同じ種類でメガネがかけてないバージョンが出ました。紹介したのは小僧寿司でガールズガールズの私が持っててどうすんだのコラボがやってたのでそれを紹介しました。あち先生が欲しいマグネットが出なかったけど可愛いから良かったです。また機会があればもう一回食べたいな。お寿司も美味しかったし、みんなも小僧寿司食べてみてね。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。くっついちゃった。